の町の町町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 かけ暗算シリーズをやっていきたいと思います。かけ暗算、暗算なんで掛け算を頭の中でさささささっと計算しちゃいます。で、ちびごりくんの目標はかけ暗算だから、じゃあそろばん塾に行ってる子じゃないとできないんじゃないかって思ってる子も多いと思うんだけども、ちびごりくん、そろばん塾に通ってない子でも目標だよ、目標。3桁かける3桁の掛け暗算、答えが6桁もしくは5桁、10万と10万なのか万のくらいの答えのところまで、そろばんに通ってなくても暗算でできるようになってほしいと思っています。そのためにちょっと今回動画を作っていきたいと思います。今日はただそのためにはいろいろと覚えてもらうことがあります。そんなに多くはないけどね、そんなに多くはないです。ちょっと覚えてほしいことがあるので、それを先に説明していきたいと思います。掛け暗算なんで足し算と九九、足し算と九九ができればOK です。九九に関しては前回までの動画、ちびごりくんがちびごりくんと一緒に学ぶ10日間で覚え、九九を覚えようの動画シリーズがあるので、そこでしっかり九九を覚えてきてください。あとは足し算、足し算なんだけども、小学生のお友達だと3年生4年生で小学校の授業で学校でやると思います。全国でそろばん教室の先生が小学校に行って教えてくれたりすると思います。そこで基本的な足し算、引き算、繰り上がり、繰り下がり ぐらいのところまでは授業でやってくると思いますので、そこが足し算ができれば十分です。あとはまずはこのそろばん、暗算なんでこのそろばんのイメージ、3桁まで、桁っていうのは今ここ手のところだね、ここが1のくらいだね、1桁1から9まで入るから1桁、隣左隣がここが2桁、2桁っていうのは数字が、10のくらいだよね。21とか30とか90、99までだよね。で、さらにその左、ここが100です。1、10、100と覚えてもらえばいいと思います。まず、この999まで、999まで、このイメージをしっかり出せるようにしていきましょう。まずは最初は、出せなくても構いません、しっかりここが1だとか2だとか5だとか7だとかですね、そこら辺はやっていくうちにイメージが出ると思います。まずそろばんに通ってなくても学校にはそろばんあると思います。で、そろばんを見たお友達も結構多いんじゃないかなと思います。最初にまずはこの3桁まで、答えが3桁になる掛け暗算まで練習していきます。ということは2桁かける1桁もしくは1桁かける2桁の掛け暗算はこのイメージ、この3桁までのイメージがしっかり出れば大丈夫です。ですからまずこのイメージを頭の中に出せるように思い、しっかりイメージに残して頭の中で目をつぶってでもこれが頭の中に出るようにしておいてください。あとはここだね、それぞれの桁、一番右が1桁、その左隣が2桁10のくらい、さらにその左隣が3桁100のくらいになるんだよっていうイメージも覚えておいてください。そしてこの赤の点がついたところね、一番右が1桁なんだよというのも覚えておいてください。
そこさえしっかりまずイメージできていれば、次回からの動画で早速書き暗算練習していきたいと思います。それまでにこのイメージだよね、1から9までの数字、1から9までの数字、さらに左隣が10から90、さらにその左隣が100から90まで入るんだよっていうイメージだけはしっかり復習しておいてくださいね。それではまた次回、書き暗算、早速まずは基本一桁かける一桁の書き暗算の練習をしていきたいと思います。それではまたねー。